こんにちは、花山さん。以前億万長者合宿のリレーをしている最中に、こんなお問い合わせがあったんですよ。億万長者合宿っていうものがあるらしいですけども、それに参加したら本当にお金が稼げるようになるんですかと。その保証があるんだったら私はいくら払ってでもその億万長者合宿に参加します、というようなお問い合わせでした。億万長者合宿の参加費は最終的には300万円になった非常に高額なものですけども、初めのうちに申し込んだ方は3万円で参加できるっていうね、特典があったんですよ。それがどんどん失われていく中でこういう質問が湧き上がったんですけども、これについての私の回答ですけども、基本的に知らねえよって、お前知らねえよと。そんな未来の保証ができないと動けない人にはもうね、何も選択する余地がないよっていう回答が一つあったのと、もう一つの回答としてはね、稼げますよってことなんです。億万長者合宿に参加して私の言う通りにやったらそれできますよ、それは約束しますと。ただし、あなたも約束できますかと。私が言った通りにあなたやりますか。それが約束できないんだったら、稼げないんですよね、っていうことなんですよ。結果その方は参加しなかったんですけども、私が言いたいのはね、結局は多くの方はこう思うんですよ。例えば私が指導者として、久保さん以上に効率的に稼ぎたいなとか、久保さんのやったことを削減して凝縮してさらに久保さんよりも短期間で成功したいなと思うんですよ。それができればいいんですけども、多くの方はできないです。私も自分の人生を振り返ってこんなにうまくいった例はないなと、もう本当100年に一度ぐらいだろうなと思うんですけどもね。仮に私の言う通りにしっかりやったとしても、どこまでのパフォーマンスが得れるかっていうのは 100% じゃない可能性が強いですね。それどういうことかっていうと、3年で1億稼ぐっていうのはやっぱりね、他のことを全部諦めるってこともあるんですよ。決めたこと以外を放棄するってことにもなります。それがほとんどの方にはできないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、何かビジネスを身につけようと思っても今までの暮らしをほとんど変えずにやるわけですよね。で、結局その方は、ある見方をすればね、お試しで速稼塾に入るってことすらできなかったんですよ。いや、そんなね、速稼塾に入る入んないっていう決断をできるできないっていうところで、もう話は分かってるなと思いますよね。大体なんか稼ぐ系のコミュニティって無駄なものもありますけども、少なくともそういうのをいくつもね体験しないとたどり着けないだろうなと思うんですよ。相当なセンスがいい人でしたら最初の1個で大ブレイクすることもありますけども、最初の1個購入したりね、無料のものを取り入れるだけです。成功すると思いますけども、でもね、そうなると今度は伸び悩むんですよね。なんか自分なりのやり方でやった人が、ある意味一つの成功モデルにたどり着きました。1年もしたら伸び悩んでもう先がなくなっちゃいますよね。で、ある程度の高額商品を出すんだけども、それ以上の発想浮かばなくなるんですよ。それで終わりですね、もうね。非常に不安定なんで、数に走ったりね、ちょっとこう引っ掛けっぽくなっちゃったりするわけなんですよ。そこで最初に初期の頃に参加した方の信頼も失って、元の儲かみってことになりますね。それがずっと私が、この世界を見てきてお話しできることなのかなと思いますよね。結局はね、やるべきことってのはあって、それを避けて通れないっていうことなんですよ。2階に行くためには必ず階段に上ります。もしくは窓から飛び込むためになんかね、ヘリコプター乗ったりする人もいるかもしれませんけども、ヘリコプターなんてほとんど発想としてはあってもやらないでしょ。で、壁を伝って上に登るっていう方法もありますけども、結局やらないんですよ。だから真っ当に階段を登るかはしごをかけるしかないのに、成功者の方はそれをやってるのに、成功もしてない人が階段やはしごを否定して、いや、ヘリコプターがあるじゃんとか言い出すんですよね。じゃあもう勝手にやれって話になります。そういう方は、まずね、言うだけでたどり着かないんでしょうね。で、やっぱりね、一定の地位に上り詰めたことのある人だったら必ず言いますけども、もうね、魔法はないんですよ。全部基礎の積み重ねなんですよ。で、基礎をやってない人は本当にすぐ分かります。すぐに分かるんで、なかなか一緒に入れなくなっちゃうんですよね、残念ながらね。私も誰かに対してはそういうふうに見られてるのかもしれませんけども、いろいろと思うことはありますが、そうですね、参加したら絶対に稼げるのかっていう質問ね、そういう質問する時点でもうその人には参加する権利はないなというところですね。ちょっと思い出したんで話してみました。本当に稼げるんですかというタイトルですね。じゃあ、いってらっしゃい。